や、セム楽しかったね。ああ、もう2回出たけど、ええ、2回とも勝った。え、2回とも勝ったでしょ。1回引き分けだ。1回引き分けでも2回目勝っちゃうから。はい、ね、楽しかったんだけど。1勝1分けでしょ。うん、楽しかったんですけど、あれから呼ばれてないです。まあ、言ったよね、副社長丸井さんに。丸井さんね、言いました言いました。人間の直接言ったよね、ええ、あのこの後もっとセム以外の大会も出してくれるんですよ。本編もちろんね、本体の方に乗り込みたいっていうのはね、うん、言いましたけどね。来ないから、はい、もう我々から行こう。行きましょうか。行きましょう、本体に行きましょう。行こう行こう行こう、行きましょう。だからそういう初心をするとダメだよね。そうだね、うん、僕らはもうあの当たってなんぼですから。そう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 、そのチャレンジ精神をやっぱなくさないようにしないといけないんで、どん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 チャレンジ。じゃあもうでかい大会行こう。そうだね、ディファ。うん、ディファ。ディファ。いや、いや、後楽園。いやいやいや、えノアの大きい大会っつったら有明コロシアムでしょ。有明コロシアムっすか。に行きましょう。行きますか。行きましょう。行こうか。関本さん行くか。関本さんじゃないや。関本さん、あの俺は盾だから。あ、そうか。だから関本さん行った方がいい。行った方がいい。行きましょう、ぜひぜひ。関本さんの盾にいない、俺らでノアに乗り込みます。乗り込みます。どん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 ね、やっぱまだね、もうやっぱでもまあやっぱ、うん、いろんな人とね試合をもっとしたいんで。そうですね、やっぱレスリングレベルもね、もちろんノア高いですから、めちゃくちゃ、はいはい、僕らもね、どこまで通用するかっていうのもあるし、うん、もちろんね、あの肩を並べて戦えるようなね、練習もしてきてるつもりですし、もっと勝負したいね。はい、勝負したいですね、いろんな人勝負したいし。でも絶対負けないですよ、資格として行きましょう。行きましょう。なぜなら俺たちは強い。関本さん、関本さん、ということです。